実用化に期待高まる騒音防止を兼ねた太陽光発電パネル。オランダのアイントホーフェン工科大学で騒音防止効果の高いソーラーパネルが研究開発されています。現在オランダで最も交通量が多い高速道路の一つ A2 号線で試験中とのこと。高速沿いに設置された遮音壁に LSC と呼ばれる太陽熱集中装置を組み込むことで将来的に太陽光発電が可能ということです。 LSC パネルは色付けが可能で見た目も楽しく調整できます。試験中のパネルは高さ 4.5 メートル、幅5メートルのものを2枚組み合わせていますが、もしパネルを1キロ設置した場合、50世帯分の電力を供給できるとされています。試験期間は2016年夏までの1年間を予定。気候の変化に対する耐久性と性能が確認され次第、実用化が検討されるということです。トモニュースをあなたの手元に、 LINE トモニュースに登録してね。です。 LSC パネルは色付けが可能で見た目も楽しく調整できます。試験中のパネルは高さ 4.5 メートル、幅5メートルのもの。高速沿いに設置された遮音壁に LSC と呼ばれる太陽熱集中装置を組み込むことで将来的に太陽光発電が可能ということで、効果の高いソーラーパネルが研究開発されています。現在オランダで最も交通量が多い高速道路の一つ A2 号線で試験中とのことの2枚組み合わせていますが、もしパネルを1キロ設置した場合、50世帯分の電力を供給できるとされています。実用化に期待高まる騒音防止を兼ねた太陽光発電パネル。オランダのアイントホーフェン工科大学で騒音防止